エネジー。はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。トーク系 YouTuber の健太店長です。はい、今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。いや暑いね、今仕事帰りでね、びちょびちょ。おー、なんでちょっと今日は久しぶりにあの上裸で、動画撮っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。で、今日のね動画のトークテーマはですね、コンプライアンスなんてクソくらえっていうね、お話でございます。はい、コンプライアンスなんてクソくらえね。まあコンプライアンス、直接の意味、直接っていうか、あのそのまま訳すとあれか、法令遵守ですかね。はい、だからまあ僕が今回言うコンプライアンスっていうのは、あの企業に求められるような、そういうコンプライアンスでございますね。はい、我々会社員がですね、まあ、守らなければいけない会社のルールみたいな、はい、そういう意味のコンプライアンス、うん、まあ、クソくらえってことですね。はい、最近ね、もうコンプライアンスちょっとうるさすぎると思うんですよね。なんかもう世の中がなんか丁寧になりすぎちゃってて、はい、なんかおかしなことになってると思うんですよ、うん、でまあ例えばね、言葉遣いとかも最近はね、結構会社から言われたりするわけですよ。まあね、うちの社名出してね、どこどこの社員であることを、自覚を持ってね、外でも、言葉遣いや身だしなみ、その他の振る舞いに気をつけてなんてね、朝礼から言われるわけですわ。はい、もう本当もうくたばっちまえっていうね。はい、今汚い言葉言ったと思った人は違いますよ。僕が言うくたばっちまえっていうのは、くたびれたがバッチリ前は見えているね、これの略ですから。はい、ね、くたばっちまえっていうのは絶命しろっていう意味じゃないですよ。くたびれたがバッチリ前は見えているっていう、それの略ですから。はいね、まあ、コンプライアンスなんてクソくらえなんてね、タイトルにしましたけども、まあやっぱりなんていうんですかね、そのコンプライアンスなんてクソくらえって言ってる人間が、やっぱりもう言葉遣いが汚いと、うん、聞く耳持ってもらえませんから、はあ、で、僕なんて特にこうやっぱね、ちょっとお絵かきがしてあるんで、まあ日本人、多くの日本人は嫌いですからね、そういう人間が、いやいや、そういう人間がコンプライアンスなんてクソくらえって言ったところで、誰も聞いてくれませんよってね、言われちゃいますから、言葉遣いのできてない人にコンプライアンスなんて語る資格はありませんってね、言われちゃいますからね。日本語ちゃんとできてない、使えてない、綺麗な言葉使えてない人にコンプライアンスなんて語れるもんかってね、うちの社員だったら絶対言いますよ。はい、ね、イラスに入れてる人間はクズしかいないんだとかね、そういう風に言いますから。はい、だからこそこういうコンプライアンスっていうのをまあテーマに、扱うときは、まあ、クソくらえとか言いつつも、しっかり言葉遣いとかね、まあ、綺麗に、うん、発信していきたいなと、思っておる次第でございます。ね、私一応配信者の端くれでございますから、ね、もうね、長いこと配信やってるとね、もう本当このコンプライアンスの流れなんですけども、まあ、ここで言うコンプライアンスっていうのは、Google さんのコンプライアンスですわな。はい。どんどんもう年々厳しくなってって、もう僕の動画なんてどんだけ広告剥がされてることか。はい、これもみたいな、これもちょっと気に障っちゃいますみたいなね、だいぶ健全な内容でやってますけど、これも気に障っちゃいますみたいな。はい、まあなんかいろいろ Google のねコンプライアンスがあるんですよね、動画に対しての。はい、なんかそれに抵触してるみたいな。別になんかね、警告が来たとかアカウントバンとかそういう話じゃないんですけども、まあ、お叱り受けちゃいますから。はい、だから配信者なんてやってるとね、すごくナーバスになるんですよ。で、僕なんか特にノー編集の取っ手出し、昔で言うごきげんようみたいなね、スタイルでやってますんで、他の YouTuber さんよりかね、特に気をつけないとやばいんですよ。はい、ね、まあ、他の YouTuber さんなんかまずいこと言っても、あ、編集でカットカットってできますけど、僕編集めんどくさいんでしないんで、もう撮ったものをそのまま出すんでね、もう人一倍ね、言葉遣いとか気をつけなきゃいけないんですよ。うん、Google さんのコンプライアンスをもう遵守しないといけないんですね。はい。だからもうクソめんどくさくて、それが。はい。もう本当にね、
で、まあ、なんていうのかな、アンチの人とかもね、いちいち上げ足取ってくるわけですよ。取って出しなんで、間違ったこと言っても修正しないでそのまま出すから、まあ、アンチとかも結構上げ足取ってくるわけですよね。もうね、もう死んじまえって思うっすよ。本当に。うん、え？いや、今言葉遣い汚かったって、いやいやいや、違います。死んじまえっていうのは、絶命してくれって意味じゃなくて、そうだな。まあ、あれですね。新人類諸君、前へ進めっていうね。いや、違うな。新人類諸君、前習いにしましょうか。はい。ね。その略ですから、はい。新人類諸君、前習いね。僕ら、まあ、現行の人類は、まあ、休めみたいな。はい。そんな感じで、別に汚い言葉を使ったわけじゃないですよ。死んじまえっていうのは僕が言うには、まあ、新人類諸君、前習いと。うん、意味わかんないけど、うん、ね。そう。本当にね、取って出しのスタイルでやってるとね、結構大変なんですよ。というのも、まあ、やっぱり、こうやって喋ってる、僕アドリブでほとんど台本とかそういうの何にもないんで、ずっと思いつきで喋ってるだけなんで、まあ、たまにやっぱり、あれ？これ言っちゃいけないことだったんじゃないかな、みたいなのはあるわけですよ。だけど、まあ、それを修正する場合ね、普通の YouTuber さんだったらそこ編集でカットですけども、僕の場合、一回取り直さなきゃいけないわけなんですよ。決して。めんどくさい、そんなの。なんで、まあ、やっぱりいつも、いや、これちょっとコンプライアンス的に大丈夫かな、引っかかるんじゃねえかな、やばいんじゃないかなと思いつつも、投稿するわけですよね。最近は少ないですけど、そういうの。はい。だから、博打ですよね。僕が口が滑った時は、もう博打ですよ。はい。いや、これちょっと Google さんからお叱り受けるんじゃないのみたいな、もう、ドキドキハラハラしながら投稿するわけですよね。正直言って、最近の僕の動画の再生数、まあ昔はちゃんと YouTuber として活動してたんで、まあ本当に100万回とかね、5、60万回とか結構言ってたんだけども、最近はもう趣味で喋ってるだけなんで、まあ再生数低いわけですよね。はい。今すごい汗ポタポタして熱すぎてね。まあとにかく再生数が最近低いんですよ。趣味で喋ってるだけなんで。ね。そんな再生数低い動画のために、博打を打つ意味って一体なんだっていうね。もう変な話だって、例えるならあれだよね、1000円当たる宝くじに1万円10万円かけて、なんつうのくじ買ってるぐらいのレベルですよ。うん、わけわかんないんですよね。そう、全然博打打ってさ、動画出しても再生数取れないのに博打打つんだから、なんかよくわかんないよね。これ利益と損失のその天秤っていうかバランス崩れてんのよね。だもうさらに例えて言うと、もう両刃のナイフ、つかがない両刃のナイフ、つかっていうのから持つところ、うん、両刃のナイフを持って、もう手血だらだらですよ。うん、でルーレットね、当てたところの商品もらえるよみたいなね、たわししか回ってないルーレットに両刃のナイフ投げてるみたいなもんですから、たわしゲットするたびにもう手血まみれだよみたいなね、わけわかんない状態なんですよ、もう。はあ、だからもう他人がどうこうっていうか、もうまあ自分がやりたいからやってるだけなんだけども、もう自分でも正直わけわかんないんですよね。いや、この動画出して大丈夫かなみたいな。うん、でもこの博打意味あんのかなって、もう自分でやっててわかんないんで、自分でやっててわかんないこと他人から見たらもう本当に意味不明だろうね。もういや、何やってんのかなこいつみたいな、何を求めてんのかなみたいな。うん、何も求めてないんですよ。ただ喋りたいから喋ってるだけなんで。はい。特にね、何か得ようとか思ってるわけじゃないのよ。とにかく喋りたいだけっていう。はい。ね。だからこう私生活、まあリアルなね、キャラクターを崩してまでもこうポップに喋ってるわけですよ。だから急に街中で話しかけられても僕こんなキャラじゃないんで、ね、そういうのはやめてくださいね。はい。全然キャラクター違うやんみたいな、めっちゃキレてるやんみたいな感じになっちゃうんで。ね。もうわけわかんない。とにかく。で、一体今俺、何の話をしてんだ、俺。ね、この動画、何の動画でしたっけ、これ。汗ボタボタかきながらね。クーラー回してから、まあ、動画回しゃよかったんだけど、とにかく、まあ、動画回しちゃったからさ、汗ボタボタかきながら、これ何の動画だっけ？え？もう完全に先の道もね、来た道も全部見失っちゃって、今完全遭難してますけど。ね。
何の動画でした？コンプライアンスだよな。全然なんかもう話関係なくなっちゃってるんだけども、まあ、とにかくでもね、世の中もう最近うるさすぎると思う、俺は。うん。なんかもう、とにかく丁寧であれみたいな。もうね、ちょっと世の中ね、おかしい気がするね。すごくね、なんか変な方向に進んでるような気がするんだな。コンプライアンスだ、なんだかんだだ、なんだかんだだとかね。よくわかんない言葉横文字並べてさ、横文字並べまくってる割にはさ、なんか日本の文化は、ね、入れ墨が嫌いでとかね、始まるわけだよ。なんだよそれって思っちゃうけどね。もうほんとそういうやつね、くたばれって思うよ。くたばれって。いや、今汚い言葉使ったって。いや、使ってないですから。くたばれっていうのは、くたくたのバレンティンっていう意味ですからね。くたくたのバレンティンの略ですから。はい。くたばれっていうのは、絶命しろっていう意味じゃなくて、くたくたのバレンティンっていうね。疲れてるんですよ。はい。バレンティン。ね。もうよくわかんなくなってきたんで、やめますね。はい。ちょっとそろそろね、ここら辺でやめてね、下山しないと、もう完全に、遭難してそこで投資しちゃうんで、これ。下山します。はい。というわけで、今ではね、趣味で、喋ってるだけの、ケンタ店長でした。はい。さよなら。